ブニエバツ人は、セルビア・ボイボディナのバチュカ地方、及び、ハンガリー南部のバーチキシクン県、特にバヤに居住する南スラブ人の民族集団である。16世紀から17世紀にかけて、ヘルツェゴビナ地方からダルマチア地方、そしてリカ、バチュカへと移住したものと考えられている。これらの地域に住む、ブニエバツ人の起源と考えられる人々は、独自の地域的、 民族的アイデンティティを保持しつつ、自らの属する民族は、クロアチア人と考えている。セルビアに住む、ブニエバツ人らは、自らの民族認識を、ブニエバツ人、クロアチア人、あるいは、ユーゴスラビア人としている。ブニエバツ人の大部分は、カトリック教徒であり、首都方言の違法言に属する言語を話す。この言語には、特徴的な、 古風な表現が残っている等の特徴があり、ブニエバツ語あるいは、ブニエバツ方言と呼ばれる。18世紀から19世紀頃は、ブニエバツ人は、バチュカ北部で、一定規模の民族集団を築き上げていたが、後にその多くが、ハンガリー人に同化され、またその他のものでもセルビア人やクロアチア人としての、民族人意を持つ者も,もいる。イストラの、 ブニアの家ブニエバツ人の語源に関しては、複数の説がある。最も有力な説としては、ブニエバツ人の古地と考えられる、ヘルチェゴビナチューブを流れる、ブナ川に由来するというものである。この説は、マリアン・ラノソビッチが提唱し、ブーク・カラジッチやルドルフ・ホルバト、イバニ・イバニッチ、イバンはアントノビッチ、イバニーニ・シュトゥバーン、ミオ・マンディッチなどがこの説を支持している。この他の説として、 ダルマチア地方に古くからある石造りの家、ブニャに由来するというものがある。ブニエバツ人は、ブニエバツ語では、ブニエブチと呼ばれる。これはクロアチア語及び、セルビア語でも同様であり、またこの他の言語ではハンガリー語で、ブニエバーツ族、ドイツ語で、ブニエバッツェンと呼ばれる。13世紀から17世紀にかけてのブニエバツ人の、移動ブニエバツ人が初めてバチュカ北部の町。 スボディサに住み着いたのは1526年であるとの説がある。また別の文献によると、ブニエバツ人はオスマン帝国と戦う傭兵として、フランシスコ海修道士に率いられて、ダルマチアからリカ、ポドゴリエ、クリビプト、クラスノなどを含む一帯で、この地域に住む人々は、宴会、ブニエバツ人とも呼ばれる西ヘルツゴビナ、チトルク、メジュゴリエなどの地域に、 1682年、1686年、及び1687年に現れたとされている。歴史上の文献では、ブニエバツ人は様々な名前で呼ばれている。1788年にオーストリアで初めての国勢調査が行われ、この中でブニエバツ人はイリュリア人、その言語はイリュリア語として記録されている。この調査によると、 スボディサに17,043人のイリュリア人が居住しているとされている。1850年のオーストリア国勢調査では、ブニエバツ人はダルマチア人と呼ばれ、スボディサには13,894人のダルマチア人が記されている。しかし、ブニエバツ人は古くから自身をブニエバツ人と呼んできた。1869年から1910年の 国勢調査ではいずれもブニエバツビトを固有の民族として記しており、その呼び名はバニエバコックあるいはダルマティックとなっている。1880年の国勢調査ではスボディサには26,637人のブニエバツビトが記録されており、1982年の国勢調査ではその数は31,824に増えている。1910年の調査では スボティザの人口の35.29%はその他とされているが、その多くは実際にはブニエバツ人であったと考えられる。19世紀から20世紀初頭にかけて数万人のブニエバツ人がマジャル化されてハンガリー人に同化しているものと推定されている。また、この時代にクロアチア人の民族辞任を受容したブニエバツ人もおり、スボティザの 司教イヴァンアントノビッチなどのカトリック聖職者を中心に、ブニエバツ人や諸葛人は、クロアチア人と呼ばれるべきであるとの論が指示された。1880年に、政党、ブニエバツ党が設立された。この時代、ブニエバツ人は、クロアチア人の一部であるか、あるいは別の独立した民族であるかについて、多様な見解があった1945年5月14日の、 ボイボディナ最高人民解放委員会による命令。この中で、ブニエバツ人及び、諸葛人はその民族人に関わらず、クロアチア人とみなされるべきであるとしている。1918年10月、ブニエバツ人はスボティツァにて民族の委員会を開催し、バナとバチュカ及びバラニアのハンガリー王国からの離脱と、セルビア王国への統合を決定した。 この決定は1918年11月にノビサドで開催されたバナトバチュカおよびバラニャのセルビア人、ブニエバツ人およびその他スラブ人、大人民評議会でも採択された。後に、セルビア王国はセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国へと統合され、バチュカに住むブニエバツ人の大部分がクロアチア人と同じ王国の国民となった。 1921年にセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国によって行われた国勢調査ではスボディサの人口の66.73%に当たる6699人がセルビア語またはクロアチア語の話者として記録されている。1931年のユーゴスラビア王国の国勢調査ではスボディサの人口のうち44.29%に 当たる43,832人が、ブニエバツ人となっている。第二次世界大戦後期、パルチザンの将軍ボジダルマスラリッチは1944年11月に、ソンボル及びスボティツァで開催された国家評議会にて、また将軍イヴァンルカビナは、同年12月にスボティツァのタバンクトにて、ユーゴスラビア共産党の名のもとに、ブニエバツ人は、クロアチア人であると宣言した。 ユーゴスラビア連邦人民共和国が成立した1944年以降、共産主義政府は、ブニエバツ人及び諸葛人をクロアチア人の一部とみなし、1948年の国勢調査では、民族人としてブニエバツ人あるいは諸葛人と回答した場合クロアチア人と記録された。ブニエバツ人としての独自の民族性が否定されていた、この時代、 彼らはクロアチア人へと同化され、独自の言語も失われるのではないかと危惧していた。1953年及び1961年の国勢調査でも、ブニエバツ人はすべてクロアチア人として記録された。1971年の国勢調査では、ブニエバツ人団体の求めに従って、スボディツハ市では、ブニエバツ人を独立した民族として記録した。この中で、 スボディザ市の人口の10.15%を占める14,892がブニエバツ人として記録されている。しかし、自治州及び連邦の統計では、ブニエバツ人及び諸葛人はクロアチア人と統合されている。1981年の国勢調査でもブニエバツ人の要求に従い、 スボディサ氏は総人口の5.7%にあたる8,895人をブニエバツ人として記録している。ビコボのカトリック大聖堂、ブニエバツ人の住む村、マラボスナ1990年代のユーゴスラビアの崩壊の中でブニエバツ人は独自の民族として認められるようになった。1996年にはブニエバツ人はこの地域の本来的な民族の 一つとして認定された。しかし、ブニエバツ人の間では、民族自認に関する問題が終わったわけではなかった。1991年の国勢調査では、ボイボリナ全域で2万1434人が、自身をブニエバツ人と回答した一方、7万4808人が、クロアチア人と回答している。2002年の国勢調査では、 ボイボディナで19766人がブニエバツ人、56546人がクロアチア人と回答した。ただし、ボイボディナのクロアチア人がすべてブニエバツ人ではなく、諸葛人やその他のクロアチア人も含まれている。スボティサ氏では1991年にブニエバツ人は17439人。 クロアチア人は16,369人であった。古くからのブニエバツ人の村であるドニタバンクトでは989人がブニエバツ人、877人がクロアチア人、600人がユーゴスラビア人と回答している。1996年にスボティツハシが独自に実施した調査によると自身をブニエバツ人であり、民族的には クロアチア人に属すると考えている者がこの村に多数いた一方、民族的にブニエバツ人でありクロアチア人ではないと考えている者も,もいた。また調査では、ブニエバツ人のクロアチア人生に肯定的なものと否定的なものの違いが、少数民族の権利擁護に消極的な当時のセルビア政府の姿勢への支持と不支持の違いと関連があることが示された。 その後も、ブニエバツ人たちの間で、ブニエバツ人が独自の民族であるか、クロアチア人の一部であるかについては、見解は分かれている。2005年初頭、ボイボリナ州政府が、次年度より学校で、民族文化などについて述べる際に、ブニエバツ語という用語を使用できると決定し、再びブニエバツ人に関する問題が注目された。この決定に対して、ブニエバツ人を、 クロアチア人と考える人々は抗議を示した。彼らは少数民族の権利はその民族の人口によるのであり、自分たちはクロアチア人でいる方が良いと考えている。逆の立場の人々はクロアチア人がブニエバツ人を同化しようとしているとして非難した。2011年、ブニエバツ人の政治家ブラシコ・ガブリッチとブニエバツ人委員会はセルビア政府に対して ブニエバツ人の民族性を否定する、クロアチア人に対する法的訴訟を始めるよう求め、ブニエバツ人の民族性否認は、セルビア共和国の憲法に反すると主張した。民族衣装をまとって、ダンスをする、ブニエバツ人たちハンガリーでは、ブニエバツ人は独自の少数民族とは認められて、おらず、彼らは、クロアチア人として扱われる。ブニエバツ人の団体が2006年4月に、 ブニーバツビトハンガリーに歴史的に存在してきた独自の民族として認めるよう求める署名を募り始めた。60日が経過した後、2000を超える署名が集まりうち1700程度が選挙管理委員会によって有効と認められたため、ブダペストのハンガリー国民議会は2007年1月9日までにこの問題に対する対応を決める必要が生じた。これは、 ハンガリーで1992年に少数民族法が成立して以来初めてのことであった。2006年12月18日、ハンガリー国民議会はこの要求を否決した。この決定はブニーバツ人の独自の民族性を否定するハンガリー科学アカデミーの調査に基づいたものであった。また、この要求に反対したクロアチア人の代表者らによる影響もあった。 ボイボリナのブニエバツ人委員会は、ボイボリナ人民民主党の党首で2007年1月のセルビア議会選挙の民主党の候補者となっていた、自らを民族的にブニエバツ人と認識しているミルコ・バイッチを推薦することを決定した。スボティツァ市における、地区別の民族分布図。ドニタ・バンクト・ヤマラ・ボスナ、ビコボなどの地区で、クロアチア人が比較多数、ルトボで、 ブニエバツ人が比較多数となっている。2002年の国勢調査によるボイボディなど、南スラブ系少数民族の分布図。自治州の北端近く、スボディサニチカイドニタバンクトなどの数箇所で、ブニエバツ系と見られる。クロアチア人、リュトボで、ブニエバツ人が比較多数となっている。生誕のクロアチア人は、諸葛系と見られる。セルビアでは、ブニエバツ人は、 ボイボディナ自治州の北部、バチュカ地方に多く住んでいる。自治州検証では、ブニエバツ人は、ボイボディナの構成民族として認められている。ブニエバツ人が多数住む村は、以下の通りである。これらの存落はいずれもスボティツ市にある。2002年の国勢調査において、ブニエバツ人は、自身を、ブニエバツ人と回答する者とクロアチア人と回答する者とに分かれ、また一部は、 ユーゴスラビア人と回答した。この中でリトボでは、ブニエバツ人との回答が、クロアチア人との回答数を上回ったが、その他の村落では、クロアチア人との回答の方が多かった。これ以外にもバチュカ北部から西部にかけて、多数派にはならないもののブニエバツ人が居住している。ブニエバツ人の住む村は大部分が、スボティサシカ、ソンボル市の範囲にある。ブニエバツ人の数が、 最も多いのは、スボディサシガイであり、ブニエバツ人の文化的、政治的中心地となっている。この他に、ブニエバツ人の多く住む町としては、ソンボルやバイモクなどがある。ハンガリーで、ブニエバツ人の多く住む町は、以下の通りである。歴史的に、ブニエバツ人が多数住んでいたが、今日では70人以下となっている町は、以下の通りである。民族衣装をまとった。 ブニエバツ人の女性、バチュカにおける、ブニエバツ人の文化的な中心地はスボティザである。クロアチアに住む宴会、ブニエバツ人の中心地はセニである。セニには、ブニエバツ人の博物館があるほか、サッカークラブ、ブニエバツ、ブニエバツ通りなどといった名称にもなっている。バチュカのブニエバツ人は、伝統的にその土地に根付いて、農業を営んできた民であり、 バチュカ北部に孤立して作られたサラシュと呼ばれる農場は、ブニエバツ人の重要なアイデンティティの一部となっている。ブニエバツ人の祭りの多くは、大地や作物や馬の生育を祝うものであり、以下のような祭りがある、ブニエバチュケノビネは、ブニエバツ語の新聞であり、スボディツァで発行されている。ありがとうございます。